公式には関係者およそ40人が出席し、工事の安全を祈願する神事が行われました。広島城三の丸には車67台が収容できる駐車場や屋外ステージが設けられるほか、東と北西の2か所には商業施設が整備されます。メインとなる東側の施設はカフェや土産物店など5つの店舗で構成され、カフェでは。 上田倉庫流と地元企業がコラボして抹茶などを提供します。また土産物店では広島の名産品を販売、弓道が体験できる施設や広島の食が楽しめる飲食店も整備される予定です。歴史並びにその文化と触れ合いを持てるようなそういうものが体感できるような施設になっていくのではないかなというふうに考えております。 東の商業施設は来年3月にオープンし北西の商業施設や広島市が整備する歴史館も2026年10月までに順次オープンする予定です。